か線が見えてきた。皆様こんにちは、上海の岩田です。今やっぱ日本でもコロナウイルスの感染がこう心配されてると思うんですけど、なかなかあの検査が簡単に受けれないと、あの検査を受けたい場合、まあ、条件として風邪の症状があり 37.5 度以上の発熱が4日以上続く場合、あと強いだるさ、息苦しさがある場合は、まあ、センターにお問い合わせください。これはもう手遅れの状態じゃないかっていう、ここに来るまでにいろんな人に移しちゃってるかもしれないし、 できればまあ潜伏期間が長いっていう話もあるので、なんか、まあ、自分が正常だと思っても早めにもし検査ができて陽性か陰性か調べられたらいいなと皆さん思ってると思うんですけど、そしたらあのなんか検査キットっていうのが私のお客さんの紹介なんですけど、個人輸入で日本に向けて輸出する準備を始めてる方がいるということで、ちょっと実はあのその方のウェブサイトを教えてもらいまして、で問い合わせてみましたら、今この実はあの動画を撮ってる時点ではですね、まあ、売ってないよとのことだったんですけど、なんとか頼んで、私も YouTube やってますんで、自分でこう使ってみて、紹介してみたいみたいな話をしましたら、サンプルとして先行的に届けてもらいました。今日届いたものは、こちらの、こういうやつと、ちょっと、アップした写真を後で画像差し込みたいと思います。やり方なんですけど、結構簡単みたいで、これで、まず鼻の粘膜を取る。それを、この、なんか液体があるんですよね。この液体の中に、まあ、入れますと。それを、カードみたいなやつがあって、それにかざすと。そうすると、なんか、3分から15分以内ぐらいで、こう、この、まあ、見方も簡単で、まあ、もし、日本線が出てしまったら、陽性。この S っていう文字があるんですけど、S っていう文字に遠い側で線が1本ある場合、陰性で。失敗しちゃうことも、まあ、ごく稀に。ほとんどないよとは言ってるんですけど、検査無効っていうのもあるんですよね。まあ、簡単にあの棒がどこにあるか分かるということですね。はい。では、まず最初にうがいをしてから始めてくださいということですので、ちょっと今、うがいしてまいりました。では、これが一番気になるんですよね。あ、なるほど。あ、なんかこういうやつですね。なんか、さっきの写真に似たような感じで、こんな感じ。のものが入っています。と、何が入ってる？あ、これ乾燥剤みたいな。これはちょっと関係ないんで。あ、緊張してきますね。これちょっと。ちょっとこれで、私の手元のスマホで、この実際に手元の写真はこっちで写したいと思います。では、これで。やばい、なんか緊張するな、これ。硬っ。あ、なるほど。これこんな感じのなんか長い綿棒みたいな、これですいません、ちょっと皆さんの前失礼して、こう鼻の中にどれまで、うん、はい、痛い痛いですね、これこの辺でいいのかな、めっちゃ痛い、これ、これが一番奥だと思う。奥まで入れないと、なんか、あ、まだ入る。この辺かな？多分この辺に行くと思う。結構入ってます。これくらいかな？で、いいと。こんな感じかな？結構なんかタミナが出てくる感じ、痛いですね。多分これちょっと今一番奥まで差し込みました。でこれでちょっとこいつに浸して、この液に浸します、ね、でこれでなんかジャブジャブやるって感じ。何分間混ぜるとか書いてなかったんですけど、多分これでんで、これでここに浸す、この感じで、ちゃんと浸さなきゃいけないみたいな。一回これくらいで様子見たいと思う。1分ぐらいして湿り気が足らなかったら、ちょっと
しっかり締め出すみたいなの書いてたんで、なんか7、8回ぐらいやって満たすって書いてたんで、これでちょっと何回もやりますね。あ、なんか、あ、いい感じ。これなんかの左側のなんか S の横のここの部分、ここの部分ですね、なんか湿り気が出てきました。多分これでいけるんだと思います。あ、湿ってきた、湿ってきた。でこれで、あ、でもなんかうっすら、え、なんか線が見えてきた。え、しかもなんか一本だけな気がする。なんか、え、マジこれすげえ、なんかうっすらと黄色い線が見えてきました。これでまあ一応こんくらいです。もうこれ数足りてると思うんで。え、でもなんかこうもう見えてますね、これ。これなんで嬉しいんだろう、これ。なんか一本だけ線が出てきました。でもこれちょっとしばらく、まあ、3分ぐらい。あ、そっか、これ。まあ1本で、なんか2本に増えたら、お前し、だってことですよね。え、なんかほら、これここになんか、線出てきてますね。とりあえず今は1本ですね。ちょっとこれでまあ3分ぐらいちょっと時間を置いてみたいと思います。はい、では今これであの5分経ちました。で5分経って1本だけですね。私は陰性です。かかってない。これめっちゃ嬉しいんですけど、でなんか結構くっきり出てて早かったですね。一番嫌なのがなんか無効っていうのもあるみたいなの書いてたんで、なんか何も出ないみたいな一番嫌じゃないですか。だからちゃんとくっきり出て、しかも一本だけ。でなんかこれめちゃくちゃ嬉しいですね。わけわかんない。今日はすみません、結構超めっちゃ真面目に動画撮ろうと思ったんですけど、なんかかかってませんみたいな、超なんかこれ嬉しいですね。すみません、にやけてきてしまってすみません。ちゃんと出ま、できました。説明書に書いてあったんですけど、これを湿らせて、しっかりこう湿らせるときに何回かこう湿らせて、そこからこうずっとこう湿った感じがこうスーッとこっちに来るんですよね。でそれ湿った感じが全部行き渡って、その後にも結構すぐ見えてきた感じですね。多分これ湿らせ方が足らなかったりしたら、これ何も見えないとか反応がないでしょうね、多分。とこれ以上ちょっと細かく、私もこうどういう仕組みなのかよくわかんないんで、これ以上の細かい説明はできないんですけど、いやーよかったです、かかってなかった。じゃあ一応こんな感じですね。その方が、発売開始に正式になったらなんか連絡くれるってことなので、まあもしちゃんとその方が売れるようになった時点でこの動画はアップしたいと思います。もし買いたい方は私じゃなくて直接説明欄にURL を貼っておきたいと思いますので、ちょっとそちらでちょっとご覧になってください。いや、よかったです。はい、という感じでちょっと今日は以上にしたいと思います。はい、ではありがとうございました。